シティはカナダの民放テレビネットワーク。旧名はシティ TV。2008年よりロジャーズコミュニケーションズの参加となる。トロント、モントリオール、ウィニペグ、カルガリー、エドモントン、バンクーバーの都市圏の直営放送局6局とサスカチュワン州のケーブルテレビ局1局、アルバータ州とブリティッシュコロンビア州の独立系列局3局からなる。局の創設者は モージズ・ズナイマーという多軸ソビエト社会主義、共和国出身の人物である。カナダラジオテレビ通信委員会によりシティ TV という局免許が1971年11月25日に認可され、1972年9月28日にチャンネル79の所有のもとで、トロントのクイーンストリートのスタジオからシティタブというブランドで放送が開始された。 このツボネは1975年に倒産し、マルティプルアクセスリミテッドに45%の株式が取得され、その後1981年にチャームリミテッドに売却された。この頃シティタブは UHF の79チャンネルで放送されていたが、1983年に57チャンネルに移動、その後デジタル放送への変更で44チャンネルに移動した。 シティタブ Q ロゴシティタブ Q ロゴシティ TV はニュースやローカル番組に関して革新的なスタイルで知られている。通常のニュースデスクはなくカメラはしばしば手持ちである。ビデオジャーナリズムのコンセプトも開発し、レポーターが自らカメラを持ち取材し、ストーリーをテープに収めるスタイルで、これをビデオグラファーと呼んだ。ただしレポーターが実際には一人何役もこなすことを 隠していた他の北米のテレビ局と違い、CTTV は積極的にビデオジャーナリズムの手法を支持していた。レポーターは家庭用ビデオカメラをセカンドカメラとして使用し、しばしば低画質画像を使用しどのように取材されたかを見せる手法をとった。ありがとうございます。